はい、こんにちは。サルウィンの、サルウィンのなんだサルウィンです。行きましょう。イスクスト2というわけで。スクールガールストライカーズ2の実況をしていきたいと思います。ちょっとボケてますね。359日目。です。はるかちゃん。はっすー。ごめんね。お、耐性エリクサーだ。ありがてえ。でもね、もう多分足りないというか届かない。真ん中からの左よ。ノッティだったか。残撃性ガールズピア、爆撃性ガールズツリー、 AB 型ガールズツリー、後頭部3年ガールズツリー、後頭部1年ガールズピア。以上でした。しょっぺー相当やばいやつだね今のね。あー全開してる。今日が最終日なんですよ皆さん。なんですけど、まあ1万5000は行くんですけど、1万5000しか行かない。今弱点チャンス中ですよ皆さん。ここはまとめて3回。でもライバルの方が美味しいのかな。なんか倍率が、でもライバルの方が美味しいんですよね。うん、行きましょうか。見ちゃう見ちゃう。結構昨日ね割とがっつり寝たんですけどね。お眠だったりってか、あとやっぱ風がまだ治ってなくて、まあ、フィニッシュじゃん。そうなんですよ、なんかちょっとね風がまだね、ちょっと通過したりとかしてるんで、よろしくないですね。年末とかはね、ちょっとこうね、イベント的なのも、その何より仕事でもね、休むわけにはいかないかなって思ってます。そうですね。おー、いい削りしたね。あ、ちょっとオーバーってか、ちょっとコンボ中のオーバーってか。あ、てか、なかなかいいコンボ。すごい。めっちゃコンボ繋いでるよー。素晴らしい。素晴らしい。あ、これ前見たっけ？なんか見たかな？セロトリーって繋いだかな？お、繋いでる！すごい！すごい、すごい、すごい、すごい。素晴らしいですね、これは。毎回こんぐらいやってくれたら神なんですが、素晴らしいですね。これはこれだけでも一回伸ばせる気がする。はい、向こう。素晴らしい。グッドでございますね。138。さあ、もう一人ライバル倒したかったけど、そんぶり。1.5 倍か。 1.5 倍だったら欲しいかもしれない。あ、フィオン、フィーバーが来ました。フィーバーが、できれば A ランクとかの人とかにね。でもね、届くかっていうと怪しいですね。今428まで落ちちゃいましたね。さすがに375位以内。結構つっちょい。てか、なんかランキングがめちゃめちゃブレ、まあ、ブレ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 とかしてない。すごい変動がすごいんですよ今やっぱり。まあこの逆転チャンスとかもあるからだと思うんですけどね。なんか1位だったりとか30何位だったりとか極端すぎませんみたいなね。まあ、だから僅差なんだよね割とね。すぐ埋まるんですよこの程度の差は。でもやっぱなんかロッティだけずっと下にいる気がするんだよな。なんかなんだろうなんだろう、なんかね、切ないぞ。まあ時のせいでしょそこはね。そうですよね。さて、あとは、ガッチャ引いたりとか、心ラビったりとか、しましょうか。ネービル。3パンですね、3パン。お兄ちゃんって、これはでかいっすね。6万近くでいったね、6万381。やり投げ !20万。あとはガッチャ回していきますか。ガッチャ、いろんなガチャがあるですね。エクレア10連やりたいですね。さーて、もう私はね、何も物欲センサーなんか出さないんですよ。さあ、別に何も汚いでしょ。汚い汚い、はい汚いそれはそれや、やっぱりなんか悔しい悔しいやつ。お、来てますねこれ。来てます、2回目のチャレンジ。いや別にね、あの全然何も引かなくていいんですよ。別に何も引かない。出るわけないんですよ、こんなのでね。出たらすごいっすよね。出たらそんなね、出たりはないわ。いやでもなんかやっぱ嫌だな。なんか、なんか、
って、なんか、なんだろうな、何も期待しないみたいな。で、言って、ただ口で言ってるだけだからね。絶対期待してるもん。うん、だ、無理だもん。期待しないわけないじゃん。っていうわけですよ、私が。無理だし、やっぱやめよう。だったらちゃんともう、望んだ方がいい。もう一回。はい、すいません。くそー、これでエクレア弾いたって人もいっぱいいるのに、私は弾けないんだ。なんでだ。なんでだ。なんだ。悔しいです。私に何も言いたくない私。特攻ガチャかな、やっぱり私は特攻ガチャだ。前回も私が特攻ガチャなんかね、UR 引いたりとかしてるんで、やっぱ特攻ガチャに期待しましょうか。うん、そうですよ。そうなんですよ、皆さん。そこです。相手変わったかな、まだ変わらないか。おお。6分だか、何分だか忘れちゃったけど、もう変わるんですよね。うん。なんか書いてなかったっけかな。うん。まあ、蹴り替わったら一回ワンパンしてみるのも一挙かもしれないけど、まあ、ちょ、今日では最、今日が最終日なんですよね。これは厳しいですね。エリクサーがないというこの事態はね、もうどうにかんともしがたいですね、無課金だと。うん。まあ、一旦一個だけあるんですけどね。うん。まあ、いかんともしがたいですね、さすがに。他のメンバー。サドカちゃんに方法様あげて、あ、そう、サドカちゃん今回は一番もしたんだね。じゃあ、私からも。はい、ありがとう。まあ、言うてサドカちゃん自身がもうあれ結構レベル的にいい感じですかね、倍率。まあ言うてまだ180%いかないですからね。結局200レベル超えないと180%いかないんですよね。なんかこの間いただいたんですよね、そういえば。ありがとうございます。他のメンバーの様子を見るです。チーム編成ですか。一番星、あ、でもいいね。この私推しキャラたちが一番星になっているこの状況。これスバラですね。俗に言うのかな。うん。私この間メンバー入れ替えたんだもんね。多分これ以上変える必要ないかな。うん。ないと思います。というわけで、あとはじゃあエテルニアランでもやってしめますか。エテルニア。あんまり動かないアトラクションが。しばらくさとかちゃんで行こうかな。今日もね、コンディションがあんまりよろしくないと思われるんですよね。わかんないよ、でもわかんない。突然何かゾーンに入る可能性がある。あるかな。めっちゃスローに感じるぜ、これは。みたいなね。コールスローサラダ並みにスローやで、みたいな。コールスローサラダってなんだろうな。よくあるけど、一時期なんか野菜を頑張って毎日食べよう計画が発生した時にコンビニとかで売ってるコールスローサラダをねチョイスしてました。結構安めだったしね、割といいのかななんて思ってやって買ってましたけど、まあ長続きはしなかったですね。野菜ねあんまり好きじゃないからね。あ、そんなこと言ってるからね、嫌いでもないんですけどね。本当に食べられないなっていう野菜はあんまりないですからね。あれ野菜に入るかわかんないけど、ゴーヤとかは本当に食べたくないけど。ゴーヤはね、無理ですね。相当無理だね。なんで好き好んであんな苦いものを食べなきゃいけないのかっていうのがすごくあるので、ゴーヤ好きな人がいたらごめんなさいね。あれ無理みたいな、ゴーヤチャンプルとかで、無理なんですよ。寒い、今めっちゃ寒いですね。今日防災的にやばいですよね、寒さ。どうかな、なんか悪くはなさそう。危ない、今でも危なかった。フィーバーがなければやられていたかもしれない。53万いかないんじゃないか。うん、やっぱり今最初が悪いからね。それ53万いかないわなっていう。感覚どうだ今。悪くないような、いや、悪いですよね。はーい。ダメです。ダメな時はとことんダメなんで、一回で終わります。で、大体何回かとか言って、ボーリングはね、引っ張るんだよね。なんか、まだまだいけんじゃないかとかって思ったりとかしてて。ボーリングはね、ほんと極めたと言っても過言ではないですよね。ほら。取り消しました。
もうほぼほぼ極めたと言っても過言ではないですよね。もうね、ルールは分かっているので、ぜひぜひと思うので、ちょっとこんな感じですよ。これですよ、これ。これはただね、何度も繰り返すだけのね、簡単なお話なはずなんですけど、これだけ筋までいかないんだよね。あ、ずれたんじゃないこれ。おぉ、ピリ。ダボ。スネークアイかと思いきや、そのスネークアイを破っていく。あ、これずれてない？ずれてない。トロッキー。逆に私の感覚がずれてそうだから、逆にちょっと自分の感覚よりずれてると思った時の方のところの方が、バカ、それはずらしすぎ。当てないだろ。当てないと意味ないから。うん。当てないと倒れないんだよ。知ってるかな？物理的な、物理法則っていうのが強まるようになってたね。うん。ストライク。これちょっともうラストにします。でも寒い。寒いです。この今の姿勢のままで痛くない。ちょっと、うん。ダボ。もう一枚ぐらい仕込もうかなっていうぐらい。寒いですね。ちょっと暖房というか、はい。というわけでね、特訓イベントね、今日がラストなので、皆さんね、まあ、ただこの動画、今日というか、17日には上がらないです。なので、あんまり意味のない言葉かもしれませんが、最終日頑張っていきましょう。お疲れ様でした。バイバイです。